参議院議員の二之湯武です。この度滋賀県から2回目のチャレンジをします。皆さん、私と一緒に明るい日本滋賀を作りましょう。今、アベノミクスによる成果は着実に上がってきています。過去最高の GDP や企業の収益、また過去最低水準の失業率。しかし、こうした成果が多くの人々に行き渡りにくい社会になっていることが問題です。アベノミクスの成果を農林水産業の皆さん、小規模事業、中小企業の皆さん、年金生活者の皆さん、こうした皆さんの所得の向上につなげられるように、あらゆる政策を動員して、これからも取り組んでいきます。また、子育てがしやすい環境整備、介護と仕事の両立など、今目の前にある喫緊の課題に対しても、これまで以上にスピード感を持って取り組んでいく覚悟です。人口減少、高齢化社会の中で、年金や医療、介護や子育てといった社会保障を充実させていくためには、これからも安定的に経済を成長させなければなりません。これまで我が国が得意としたものづくりをはじめ、地域の魅力を生かした観光産業、AI や IoT といった先端技術のイノベーション、食やスポーツ、美容や健康といったライフスタイル産業、こうした高付加価値型の産業をしっかりと育成していくことによって、これからも経済を安定的に成長させていきたいと思っています。農業は国の元井です。我々に不可欠な食料を提供するだけでなく、水を蓄え、生き物を育み、文化を育ててきました。これからも大切な農業をしっかりと産業の面から、そして地域社会の面から取り組んでまいります。また地球規模で進んでいる気候変動も深刻な問題です。これは我々が100年以上にもわたって大量の化石燃料を使用してきた結果です。自然エネルギーの実用化を進めて、脱炭素社会を実現しながら、自然災害に強い国土づくりに対しても積極的に投資を進めていきます。我が国がすべての人々にとって魅力的で活力ある国であり続けるためには、すべての人々がその持ち味を存分に発揮して活躍ができる多様で創造的な社会でなければなりません。性別や国籍、障害の有無に関わらず、すべての子どもたちがその持てる個性を十分に伸ばすことのできる教育のあり方に大胆に変革をしていきます。また、新卒一括採用や定年の見直し、兼業や副業の緩和といった今の時代にふさわしい働き方にさらに改革をしていくために全力で取り組んでいきます。確かに人口は減ります。しかし悲観する必要は全くありません。なぜなら日本にも滋賀にもこれだけの潜在力があるからです。私に任せてください。必ずその力を引き出してみせます。二之湯武、よろしくお願い申し上げます。滋賀の皆さん、みんなで一緒に共感社会を作る二之湯武さんをお願いします。
自民党。令和日本、新しい時代、国民一人一人の未来のために、自民党は走り続ける。今日も明日も全力で。自民党総裁の安倍晋三です。日本の明日を切り開く、私たち自民党にお任せください。